皆さんは宮田区を知っていますか？市内を走るタクシーにこんな看板が貼ってあるのを見たことがあるかもしれません。宮田区は富士宮市が実施しているデマンド型の乗り合いタクシーです。デマンド型乗り合いタクシーとは、電話で予約して使う乗り合いタクシーのことです。では宮田区をどうして実施することになったのでしょう。平成19年、バスに乗る乗客が減り、バスの運行が難しくなった地域がありました。バス会社もいろいろ思案しましたが、どうすることもできずに、1年後に3つの地域からバスの運行を撤退することになりました。でも、乗客が減ったとはいえ、バスを使って買い物や病院への通院をしている人はいました。市役所ではバスの代わりになる市民の生活の足を何とかしようと、タクシー会社や地域の人たちとも話し合いをして、バスが撤退する平成20年4月からバスが撤退する3つの地域で宮田区が運行するようになりました。その後、6つの地域に拡大され、令和4年10月から柴富地区、稲子地区でも宮田区の実証実験が始まりました。柴富地区に住んでいる村野幸さんが宮田区を利用するまでを見てみましょう。ねえおばあちゃん、ん？来月の第3月曜日、学校代休で休みなんだけど、おばあちゃんは暇？え？来月の第3月曜日？17日？なになに？何かおねだり？来月はお母さんの誕生日でしょ？うん、だから何かプレゼントしたいなと思って。ももちゃんって優しいね。月曜日ならおばあちゃんに何にも用事ないからいつでも付き合うわよ。でもお母さんのプレゼントは何するの？うん、お母さんはお花が好きだから、花束か花籠にしようと思うんだけど。まあ素敵だ。お母さんきっと喜ぶわよ。そういえばおばあちゃんよく行くお花屋さんがあるんだけど、そこに行かない？うん、どの辺にあるの？富士宮の市役所の近くよ。そういえばおばあちゃんね、その市役所にちょっと用事があるからついでに寄ってもいい？うん、いいよ。よし、決定ね。さて、でもどうやって行こうかしらね。その日だとお父さんもお母さんも仕事だし、おばあちゃんは車の運転できないしね。電車とかバスとか？電車とかバスね、かなり歩くのよ。ほら、おばあちゃん膝の調子が良くないでしょ。だからタクシーかな。でもタクシー代って高いよね。でもそこは大丈夫。かわいいもものためだ。もうおばあちゃん奮発しちゃうよ。ありがとうおばあちゃん。いいえいいえ、楽しみだね。うん。ね、5年生になったのよ。もう5年生、大きくなったね。それで市役所までどうやって行くの？幸さん、車運転できないんだよね。そうなのよ。ほら、私膝の調子があんまり良くないでしょ。平坦のところね、歩くのね、ずっと止まらなくて大丈夫なんだけど。そうだけど、グランドゴルフ、うまいじゃないの。うん、そうなの。だけど、駅まで遠くだし歩くのに大変でしょ？そして、バス停がまた高いしなのよ。だから、タクシーにしようと思って。タクシーか、うん。芝川から市役所まで、いくらくらいするの？年金生活費の仕方から、僕は乗らないな。はい。まあ、まだ、
運転するしね。3000円くらいはするんじゃないかな、片道。じゃあ、往復6000円か。結構するよね。まあね、だけど、可愛い孫のためだから、手作りから出そうと思ってるんだ。あんた奥様、手作りをたくさんお持ちなんですね。いいよね。持ってるね。あれ？そういえば、宮田くんだっけかな？あ、ちょっと前にね、町内会の回覧板でチラシ来たよ。ああ、来た。なんでも富士宮の街中までここから一人700円で行けるって書いてあったよ。これは安いよ。一人700円だろ？二人だと1400円か。うん、そりゃ安いな。遠藤さん、もっと詳しく説明して。うん。詳しくはね、わからないんだけど、その時はしっかり読んだんだ、僕も。これ、せいさん。あんたも見たんだろ？見たよ。だけど自分も車の運転もするしね。回覧板をちらっと見ただけで、多分うちに置いてあると思う。そうか。区長さんとかね、町内会長さんは知ってると思うよ。区長さんか、うん。あ、そうだ。今日は14日だよね。明日15日は、芝川地区社協さんの、電話相談来なかった？電話して聞いてみたらいいじゃない？それがいいよ。5日、15日、25日は相談日だからきっと力になってくれるよ。10時から12時までだよ。電話番号なら後で幸さんの携帯にメールしておくよ。ありがとう、先生。そしたら電話しとくわね。ありがとう。はい、始めるよー。はーい。はい、芝海地区社協です。ちょっと教えてほしいことがあるんですが。はい、ご相談ですね。どのようなことでしょうか。はい、小学生の孫と一緒に富士宮市役所に行きたいと思っているんですが、お友達が宮田区を使ったらどうかと教えてくれたんですよ。そこで宮田区の利用の仕方を教えてほしいんですが。宮田区ですね。いつ頃ご利用の予定ですか。来月の半ば頃なんですが。まだ日にちに余裕がありますね。ではお近くの地区社協の推進員さんにお宅に伺うように連絡をします。はいはい、お名前とご住所、電話番号を教えていただけますか。はい、村の幸、西山123番地です。電話は6号のです。午後だったら大体うちにいますのでよろしくお願いいたします。わかりました。いつ行くかは担当の推進員さんから電話連絡をしますね。よろしくお願いいたします。ごめんください。さあどうぞ。ここが芝川地区社長の事務所なのね。ごめんなさいね、こんなところに連れてきて。ほら、この前電話に出た、相談員の人、小池さんって言うんだけどね、はい、あの方が宮田区の資料を置いといてくれるって言ったの。ごめんなさいね、なのでごめんかけて。だったらここで話もいいかなと思って。ありがとう。これこれ、宮田区のご案内。はい、宮田区は乗り合いタクシーだけど、うん、家の前まで来てくれるし、うん、この自宅から芝宮、富士宮市の街中ゾーンまでだったら富士宮駅、うん、西駅、市役所、うん、市立病院、
イオン、あとこの町中像にあるお医者さんのところで泊まってくれるんだって、うん、帰りも予約すればちゃんと家の前まで送ってくれるの。え、うちまで送り迎えしてくれるの？そう、そこはタクシーと同じね。じゃあ鉢植えのお花でも買ってきても大丈夫ってことよね。そうね、もし買い物に行って、うん、お米とかお味噌とか、うん、重たいもの買っても安心よね。ただ普通のタクシーと違うのは、うん、運行時間が決まっているの。あ、はい、と柴富エリアからだと、うん、午前8時10分と午前10時の便があるの、うんうん、1日2便？そう、行きが2便、帰りも2便あるの。 それと乗り合いタクシーだから、うん、一緒の時間の人は同じタクシーに乗っていくの。そういうことはどこかに集合してから乗るわけ？うんうん、ちゃんとそれぞれの家の前まで来てくれる。例えばね、幸さんを迎えに行って、うん、3軒先の私の家でもちゃんとうちの前まで来てくれるっていうかね、うん、同じ時間だからといって、うん、私が幸さんの家に行ってちゃいけないんだって。だから、うん、もし1便お願いしたとしても、うん、8時10分に家の前に来てくれるとは限らないの。あ、そうか。よそのお宅に寄ってからうちに来るっていうこともあるわけよね。そう。でも、うん、まあ最高に乗っても4人までだから、うん、そんなに時間は変わらないと思うわ。うん、それとね、うん、ここ柴富エリアから町中ゾーンまでは1人片道700円なの。うんうん、ももちゃんと2人で乗ると1050円になります。え、1人700円で2人だと1400円でしょ。え、ああそうだそうだ、ももちゃん小学生よね。5年生なの。小学生は半額です。うん、すごい。そうなんだ。でもうちに来てくれるってことは予約をしなきゃいけないわよね。あ、そうそう、宮田区を利用するにはね、うん、まず会員登録が必要なの。会員登録大変そうね。大変、簡単よ。市役所の5階にあるね、うん、交通対策室の窓口に申し込むと、うん、宮田区利用者証っていうのをその場で発行してくれるの。でもね、電話でもできて、うん、電話の場合は後日郵送で利用者証を送ってくれるんだって。登録にはお金がかかるの？うん、無料です。電話の場合は1週間ぐらいで利用者証が送られてくるんです。うんうん、利用者証にはね、うんうん、有効期限がないので更新手続きはしなくていいの。ただ子供は中学生になると大人料金になるので、うん、その頃に大人用の利用者証が送られてくるんですって。そうなんだ。市役所に電話をすればいいわけよね。そう、うん、今からかけてみる？え、そうね、恵子さんがいてくれれば心強いしね。大丈夫よ、聞かれるのは名前と住所と生年月日と電話番号だけだから。じゃあ事務所の電話でかけてみて。ありがとうありがとう。じゃあかけてみるわね。番号は交通対策室22の1152、1152。はい、交通対策室です。宮田区を利用したいのですが、会員登録をお願いします。お電話ありがとうございます。ではお名前をお願いします。2人分お願いしたいのですが。はい、ではまず1人目の方のお名前をお願いします。村野幸です。村野幸さんですね。はい、ご住所をお願いします。西山123番地です。西山123ですね。はい、生年月日をお願いします。昭和30年6月17日です。昭和30年6月17日ですね。はい、お電話番号をお願いします。654です。65のですね。はい、では
もう一人の方のお名前をお願いします。私の孫なんですが、名前は村野桃です。村野桃さんですね。はい。生年月日をお願いします。平成23年5月15日です。平成23年5月15日。はい、そうです。小学生ですね。はい、5年生です。わかりました。ご住所は別ですか？いえ、一緒に住んでますので、住所も電話番号も同じです。わかりました。それでは会員証が届くまで1週間くらいかかりますが、はい、届きましたら会員証に同封してあります、はい、宮田区のご案内をよく読んでご利用ください。はい、わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼いたします。よかったね、簡単だったでしょ。ほんとね。あとは利用者証が届くのを待って、うん、宮田区に電話するだけよ。わかった。あとはなんとか自分でやってみるわね。このチラシ、うん、差し上げるから読んでみてね。ありがとう。でもわからないことがあったら何でも聞いてよ、ご近所なんだし。ありがとう恵子さん、助かった。またわかんないことがあったら恵子さんのお家へ飛んでいくわね。よろしくね。7-3636。はい、宮間タクシーです。もしもし、宮田区の予約をお願いいたします。はい、宮田区ですね。会員番号をお願いします。2人なんですが、123番の村野幸と456番の村野桃です。芝富エリアの村野幸さんと桃さんですね。はい、確認できました。ご利用の日時を教えてください。10月17日月曜日の10時発をお願いいたします。乗車場所と下車場所を教えてください。自宅から富士宮市役所までお願いします。お帰りの予約はどうなさいますか？12時の便で市役所までお迎えに来てください。会員番号123番村野幸さん、会員番号456番村野桃さん、10月17日、はい、月曜日10時発の宮田区で、ご自宅から富士宮市役所まで、帰りは12時発の宮田区で、富士宮市役所にお迎えに上がり、ご自宅までお送りいたします。予約の状況で多少時間が遅れる場合があります。予約の変更取り消しはお早めにご連絡ください。出発の1時間前を過ぎるとキャンセル料が発生します。ご予約ありがとうございました。はい、お願いいたします。失礼いたします。これで17日にタクシーが来るのを待つだけね。よかった。これで幸さん、うん、宮田区乗ってみた？うん、先週ね、桃と利用したわよ。手続きとか難しくなかったかね？ほら、バカード社長のうちの近所の鈴木恵子さんが説明に来てくれたのよ。そしたらね、会員番号を登録するのに市役所の交通対策室、ここに電話するんだけど、恵子さんがそばにいてくれて助けてくれたから、とっても心強くて助かっちゃった。恵子さんがね、恵子さんは社長の推進員だよね。そうそう、彼女なかなか頑張ってるよ。そうなんだ。ね、タクシー会社への電話は会員番号とかは言わなくちゃいけないんだけど、あとはね、タクシーって普通のタクシーと変わらないの。行き先はもう電話で言ってあるから、タクシーの中では確認してもらうだけなの。
え、帰りは予約もしてあるから、とっても安心できた。ももがね、その日の日記に宮古のことを書いたんだって。そしたら先生が、みんなの前でも話してくださいって。みんなの前で読んであげたら、みんなも乗ってみたいって、いろいろ聞かれたっていうの。それはどんな日記だったの？今日は宮宅に乗った。そんな。今日、おばあちゃんと宮宅に乗りました。予定した10時ちょうどに、家の前に宮間タクシーが来ました。おばあちゃんと一緒に会員証を見せてタクシーに乗りました。途中、学校の近くで知らないおじさんが乗ってきました。宮宅は乗り合いタクシーだそうです。そのおじさんに、おばあちゃんとお出かけ？と聞かれました。そのおじさんは私立病院でおりました。富士宮市役所に着いたので、私とおばあちゃんはおりました。それから少し歩いて、フロリダというお花屋さんに行きました。綺麗なお花がたくさんあって悩んでしまいましたが、寄せ植えの花かごをお母さんの誕生日プレゼントに買いました。おばあちゃんも玄関に飾る花束を買いました。それから市役所に戻っておばあちゃんの用事に付き合いました。市役所ではいろいろな人が働いていてすごいなぁと思いました。12時少し前に朝宮宅を降りたところで宮宅を待っていました。帰りは羽田に住んでいるおばさんが一緒でした。足の悪いおばあちゃんも家まで送り迎えしてくれて、料金も安くてとてもいいねと言っていました。私も市役所見学もできてとても楽しかったです。今度は宮宅に乗っておばあちゃんの病院の付き添いもしたいです。へえ、ももちゃん楽しかったんだね。そうみたい。サチさんだって楽しかったんだろう、結構。ちょっと疲れちゃったけどね。ももが荷物を持ってくれたりして楽しかった。僕もね、月に1回ね、西駅の近くのね、接骨院に行くんだよ。だから一回宮田くん、利用してみようかな。いいんじゃない？いいんじゃない？そうだな。まだ、車の運転はするけど、今のうちに、一度は利用してみてもいいね。いやあ、会員登録だけしとかないとね。登録は、無料なのよ。そうだな。じゃあ、みんなで登録する？そうだね。それはしようしよう。何の話？何を登録すんだい？いやね、みんなで宮田に会員登録しようと思ってさ。俺もしたいと思ってたんだ。私もね。ああ、いいね。じゃあみんなで会員登録するか。令和4年10月から柴富地区でも宮田の実証実験が始まりました。皆さんも一度宮田利用してみませんか？わからないことは富士宮市役所交通対策室、各区長、町内会長、柴川地区社協推進委員にお尋ねください。